カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは、シドです。足がどっしりするだけで上半身は解放されて肩も首も楽になります。この動画を見たあなたは Amazon でバランスディスクをポチりたくなります。人の体というものはまっすぐピタッと立って静止しているようでも、前後左右360度微妙に揺れながら立っています。少し右に傾きそうになると左に補正する。それのずっと繰り返しです。で、この揺れ幅というのができるだけ少ない方がエネルギーを使わずに立つことができます。で、どっち側に倒れそうかというのを脊髄や脳神経にスピーディーに情報を伝えないといけない。その役割をしているのがこの足首とか足裏です。で、今日はこのバランスディスクや棒を使ってこのバランス機能を上げるためのセンサーを鍛えましょう。手のひらの上でこうやって棒のバランスを取る遊びありますよね。この棒ができるだけ静止しているようにするためには、この手のひらで棒がどっちに倒れそうかというのを即座に判断しないといけません。このバランス遊びの手のひらの役割が、この足首とか足裏のセンサーです。もしこのバランスセンサーが壊れていた場合、倒れていくものに対して反応遅れてしまう。できるだけ素早い反応をして神経系にその情報を伝えるということが重要になっています。その足首や足裏のセンサーを鍛えるのに一番お手頃なのがこのバランスディスクです。以前も一回ご紹介しましたが、これは中に空気が入っているタイプです。じゃあまず最初に両足でやっていきましょう。二つ使います。この上に両足で立ちます。本来備わっている足首のセンサーはすごい高精度なんですけど、このセンサーが狂っていると足首だけでこうバランスを取れません。そういう人は膝とか骨盤とか手を使ったり、最終的に首まで使ってバランスを取ろうとしてしまいます。で、本来は立つっていう動作にこの上半身とか首っていうのは使わない方がいい。なので最初こうグラグラしている人もだんだん上半身の力を抜いていきましょう。最終的にはこの足首だけでこの微細なバランスを取りながら立てるようにしましょう。じゃあこれに慣れてきたら今度は一本足でやってみましょう。真ん中に乗ります。で、最初はこうやって全身を使うかもしれない。最初はそれでもいいです。わー。で、だんだん慣れてくると上半身の力を抜きましょう。足首に意識を向けましょう。しばらくしていると、この脊髄や脳とこの足首のセンサーとのやりとりが活発になってきます。神経系がつながり始めます。そうすると、足首だけで楽に立てるようになる。で、この時に足裏、土踏まず、かかと、そして足の指、足裏全部を使って意識しましょう。そして次はステップを踏みます。これはバランスディスク一つだけ使います。一つのバランスディスクに両足で乗ります。まずこれでバランス取りましょう。この状態になれたら次はこの上で足踏みします。よくこういうその場でステップを踏むような健康器具あるでしょう。あれは同じ軌道をずっと動きます。で、このバランスディスクを使ったステッパーの場合は常に不安定で決まった軌道を動かないというところがより効果的になります。動く軌道というのが決まってないのでズルができない。で、慣れてきたらちょっとスピード上げてみましょう。そう。おお、楽しいね、これ楽しい。はい。これね、めっちゃ楽しい。わーい。さあ、じゃあしばらく不安定の入力というのが終わりました。降ります。で、降りた時のこのどっしり感、膝下のどっしり感というのがかなり上がります。立つという動作を足首や足裏が全てやってくれるので、膝から上のこの上半身は解放されてめっちゃ楽になります。それからもう一つやりましょう。これはうちのサロンにある流木の一本なんですけど、他にも乾電池とかペンとか何でも代用できます。で、じゃあこれを床に置きます。で、この上を踏みます。青竹踏みとかでもいいです。プラスチック製の青竹踏みとかも
100均とかに売ってるようなやつでいいです。で、これを踏みます。で、踏むんですけど、一箇所決まった場所だけで踏むんじゃなくて、不規則な踏み方をします。こうやって土踏まずだけで踏むんじゃなくて、こういう斜めに踏んだり、かかとで踏んだり、足指の方で踏んだり、角度や場所を変えながら、皮膚に不規則な感触をランダムに踏みましょう。僕らが生活している世界は床も真っ平らで、外に出てもアスファルトで舗装されていて真っ平らなので、この凸凹の入力というのがありません。センサーが鈍ってしまっているので、あえてこういう不規則な入力を行います。で、それが終わったらまた一回立ってみましょう。今度は足裏の感覚がかなり上がっています。床をバシッとこう足裏が使う。今日ご紹介したのは足首や足裏にグラグラやデコボコの入力をするということでした。これによって足がどっしりして上半身は解放されて楽になります。で、これは僕が行っている姿勢分析の方にもつながるところがあるので、もしご興味ある方はそちらの姿勢分析の方の動画も一緒にご覧ください。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録お願いします。それではよろしく!どうぞ。